臨病特急級如立量妖怪め坊やを脅かすんじゃないよ。臨病特急級如立量鍛錬はっ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 ほわ。エンマ様、大変です。うちすよが、都が、うろたえるでない。党に把握しておる。どうやら生命は魂に刻まれた罪を晴らすことならなかったか。残念だ。一体うちすよはどうなっちまうんだ。封印されし太古の邪神が復活したのだ。うちすよは滅びるであろう。そんな。お前は。いえ、あなた様はまさか。エンマ、久しぶりだな。まさに千里の馬もつまずくということだ。そう、君のその目ですら見渡せないこともこの世にはあるということ。生命様。ち、一体何が起こったんだ。ふん。見て、生命、あれを。なんだ。体が、俺の体が石に。なんだあれは。都を睨む巨大な蛇の頭が一つ。一つ、一体いくつあるんだ。あれが、あれはヤマタノオロチ。私は知っている。あれは、カグラ。大丈夫。ちょっと頭が痛いだけ。阿部のせい。分かっているな。どうやら我らはあれから敵だとみなされた。私と共に戦ってくれ。
レム様、キリがないですよ。今はここを離れるしかあるまい。でも一体どこへ。それに逃げられそうにもないぞ。完全に囲まれてる。もうダメです。おしまいです。カッセ、ご無事です。よむす神生命様。アクロ、それにお前は。妖刀姫、梅雨払いする。ついてきて。生命様の定員が襲われたと聞き汗さんじました。助かったぜ。助太刀感謝する。だがそちらの君は。説明は後で。生命様、私と一緒に来て。力を必要としている人たちがいるから。わかった、まずはここを脱出するぞ。はい、生命様。話はここまでだ。敵が来るぞ。占いによればこうですね。三剣暴風を支配する我が力を利用し。いや、守りたいもんがあるからね。お主の願いを聞かせるのじゃ。おや？都の真ん中の方角で煙が上がってますね。あれは、のろしか。どうやらお偉いさんの呼び出しのようだ。どうするの？行くしかあるまい。何？俺一人で行けば見つからずに行けるだろう。生命を必要としてる奴がいるんだろう。ならばこっちは任せておけ。広政様、私が援護いたします。神楽、お前は生命と一緒に行け。うん、広政も気をつけて。心配するなって。俺を誰だと思ってるんだ。白露、援護は頼んだぜ。はい、お任せください。こちらはどうすればいい。簡単、邪魔するものを切って都を抜ける。都を抜けるって一体どこへ。鳳凰林だよ。そこに逃げた人たちがいる。なるほど、あそこならまだ結界が残っているというわけか。うん、でももう持たない。急ぎましょう、生命様。たどり着きましたね。都から逃げてきた人たちがたくさんいるみたい。話を聞いてみましょう、生命様。都はもうおしまいだ。空を覆うようなでっかい蛇が出てきて、みんな石になっちまった。どうやら無事だったようですね。スザクモンはどうなった。地の底より巨大な太鼓を持つ蛇が現れて、むちゃくちゃにされてしまいました。あの蛇は生きとし生けるものを石にする。
極めて危険です。私たちを逃がすために酒呑童子と茨城童子は。そうか。だが奴らのことだ。きっと無事だろう。そうですね。私ですら暑苦しいと思ってしまう者たちですから。お前たちと慣れ合うつもりはない。取り付く島もなしですね。そんなに暇なら霊視でもしてみることだな。黒生命様。どういうことでしょうか。ひとまず言われた通りに霊視してみましょうか。生命様。うわ、悪鬼がたくさんいますよ。生命様、もしかして黒生命はこれを教えてくれたんでしょうか。さあな。だが放っておくわけにはいくまい。行きますよ。逃げるときに命をたくさん失っちゃったにゃ。もうやだにゃ、怖いにゃ。ずっとここに隠れてるだにゃ。よしよし、辛かったのね、猫ちゃん。お前に同情されるなんて屈辱だにゃ。でも、ガヤガヤガヤ。いい子いい子。大丈夫、生命が何とかしてくれるから。悪鬼がいるということは、朱雀の結界が弱まっているということか。この場所も長く持たない。生命様、結界の強化を。任せておけ。それが私をここまで導いた理由のようだからな。はい、時間稼ぎのために。今となってはこの場所だけが安全らしいから。五行結界陣。これでまたしばらくは大丈夫だろう。だが、それでも時間の問題かもしれん。妖刀姫様でしたっけ。あなたも生命様の式神ですか。うん。どうやらお前何か知っているようだな。うん、私はずっと宮廷の蔵で刀の姿で眠っていた。誰かを切ってしまうのがすごく怖いから。でも彼がそんな私を起こした。生命を助けて儀式までの時間を稼げと。彼、何者かはわからない。でもとても強い力を持った存在。その儀式というのは何。それは俺が説明しよう。広政。儀式というのは、あの巨大な大蛇の封印を引き伸ばすものだ。これには
都の陰陽師のほとんど全員が参加する必要がある。陰陽師全員ですか？それじゃもしかして生命様も？いや、お前には別の役目がある。陰陽師安倍の生命、源の広政の名をもって陰陽の神からの密命をここに伝える。我らが命を賭した儀式で今しばしの時を稼ぐ。あとは任せた、とのことだ。笑いたければ笑え。我が企みは廃人に帰し、もはや生きる意味もあらず。あの女と同じよ。所詮はただの傀儡だったとはな。利用してやるつもりが、ただ利用されていただけだ。お前は都を覆うあの大蛇が何かを知っていたのか？ほう、これはおかしきことを言うものだ。お前こそあれが何なのかを誰よりも知っているはずだが。そう、この場所ではあの禁断の術も行えるはず。そうだ、捨て去るのだ、不要なるものを、己の闇を。そうだ、私の心に救ったこの黒きものを全て捨て去ってみせる。全てが手遅れになる前に、式神たちよ、私との契約を捨て去り、その力を貸し与えたまえ。思い出したか。そうだ、これは魂に刻まれた罪なのだ。我の罪、そしてお前の罪、安倍の生命の罪。私は、いや、安倍の生命は苦しんでいた。ある時ふと頭の片隅にすくった邪心、それが日に日に大きく広がり、心を蝕んでいくことに。そしてある時、ついにそれに耐えられなくなり決意した。陰陽分離の術、母にすら止められていた禁断の呪法を行うこと。そして我々は陰と陽、二つの心に分かたれた。それこそがあれの真の企みなのだと気がつかぬままにな。ならば黒生命、お前はなぜ都を混乱に陥れた？知れたこと、我が心に従ったまでよ。だがそうだな、それを知りたいというのなら。黒生命様、こんなところに。まさか生命の奴に何か？生命、こんなところにいたのか。もうすぐ儀式の始まる時間だぞ。あ、てめえは黒生命、この後に及んで何をするつもりだ？琥珀には分かっていますよ、生命様を闇討ちしようと。いいぞ、これでこそ我らではないか。所詮分かたれた陰と陽は相入れることなどない。私の口を割らせたければ、もう一度力ずくで屈服させてみることだ。黒生命、行くぞ白生命、救急に寄りす。え、占いによればこうですね。この船が
あなたの命を受け お主の願いを聞かせるのじゃ。みんな死んで、やらず調子。暴風を支配する我が力を見よ。アホーレ。探検。法王の恩師から命の炎を呼び。私の生き私や守りたいもんがあるからね。よし、やりましたね、生命様。いえ、まだよ。くそ、森を包み込む正気が、奴の味方をしてやがるのか。逃げるな、待て、黒生命。我も同じ阿部の生命の片割れ。お前が妖怪の秩序を守ろうとしたように、私もまた。せめて知るがいい。人の傲慢、そして愚かさを。すべては、阿部の生命の失った記憶の中にある。逃がしたか。ち、なんだってんだ。逃がしてよかったんでしょうか。でも、今はそれどころじゃないから。生命様！都の陰陽師たちが、朱雀門にて待っております。おいよ、分かってるって。生命、儀式の時間だ。邪魔者はすべて蹴散らすぞ。あいつも必ず出てくるはずだからな。ヤオビクに。よし。これより、都に打って出る。いいか、この儀式は必ず成功させるのだ。おう、我らが人間の意地、あの怪物に見せてやろうぞ。この後に及んで、都の陰陽師が総がかりで儀式とは。何を企んでいるかは分かりませんが、オロチ様に逆らうとは愚かなこと。まさかこれは。どうかされましたか、オロチ様。止めろ、その儀式をさせてはならぬ。わかりました。ならばすぐに陰陽師たちにとどめを刺しましょう。そこまでだ。もう、生命様、生命様が助けに来てくれたぞ。あいつは任せて、儀式に専念してくれ。わかりました、感謝します、生命様。よし、始めるぞ。ヤオビクニ、あなたたちの方から来るとは意外ですね。てっきり残された時間、林の奥で震えていると思っていましたが。残念でした。琥珀はこう見えて勇敢な式神なのです。何、少しばかり急を据えてやろうかと思ってな。急？何のことですか？どうやら目の前の誰かにそそのかされてやさぐれた友人がいるようだが。ヤオビクニ。分かっています。生命たちを倒し儀式を止めるまで。やれるもんならやってみやがれ。
強気なことですね。吠えていられるのは今のうちですよ。来るよ、生命。行きますよ。やったぞ。甘いですよ。また出ましたよ。どれだけ倒そうが無駄なことです。今この都はオロチ様の体躯に包まれているのですから。問題ない、私たちの勝ちだ。え、しまった、まさかこんなにも早く。残念だったな。あくまで俺たちの仕事は時間稼ぎ、要はてめえらの足止めってことだ。あの、なんだ、まさか。これはまさか。バカな、人間どもにこんな力が。いや違う、この儀式は高間ヶ原の。おのれおのれおのれ、時間稼ぎとは小尺な真似を。安倍の生命、時間を稼いでくれて感謝する。これであの方より教わった儀式は無事に完成した。一体どんな儀式なんですか。都の陰陽師一同の命を賭した儀式だ。あれの封印をわずかながらに引き伸ばせる。なんだと、命を賭した、まさか。ああ、皆とうに覚悟はできておる。都を守るのが陰陽師の役目だからな。だが所詮人の命、神を相手にはそう長くは持たぬだろう。ならばこそ頼む、生命よ。お主に都を、雨を、大地を。任せておけ。この生命、陰陽師の名をもって必ず都は守ってみせる。そんな、都の陰陽師に、ただの人間たちに、あんなことが。オロチ様の力が消えていく。ここを引くしかないようですね。覚えていなさい、生命。儀式はうまくいったのか。わか
の正気は少し薄くなったみたい。見てください、都を覆っていたオロチの姿が薄れて消えていきますよ。セメ、分かっているな。ああ、所詮は封印をわずかに引き伸ばしたに過ぎない。残された少しの時間で、あれの退治方法を考えねば。陰陽師たちが自らの命を懸けてまで時間を稼いでくれたんだ。あとは託された俺たちが何とかしてやらないとな。そうです、生命様たちなら絶対に都を守ることができますよ。うん、頑張ろう生命。ああ、そうだな、頼りにしているぞみんな。本当に都を守ることができるのか。魂に罪が刻まれているこの私に。